皆さんこんにちは、こんばんは、バクさんです。今回の動画なんですけども、私たちのですねスーパー動画ということで、ちょっとイギリスのねスーパーどんなもんじゃいということで皆さんに見せたいと思います。こっちのスーパーってもう言ったらデパートみたいな感じで何でも揃ってるんで、私が何時間でもいられるぐらい楽しいんですけど、ちょっと今ね弟くんが香港に戻ってて、なので3人暮らしじゃなくて今2人暮らしなんですね。太郎もいるけど、買い物に行く頻度とかもかなり減って、今週1で行くか行かないかぐらいですね。私たちがいつも行ってるところがテスコっていうところで、テスコが多分一番大きいんじゃないかな、イギリスでブランドとしては。テスコも店舗の大きさによって名前がねちょっと変わっていて、コンビニみたいなテスコはテスコエクスプレスって呼ばれてて、だいたい市内に点々とありますね。でその次に大きいのがテスコスーパーストアかな、中ぐらいの、それでも結構大きいんですけど、日用品とかも売ってるところですね。で一番でっかいのがちょっと街外れにはあるんですが、テスコエクストラとエキストラ、テスコエクストラっていう風に言われているところがあって、今日はそのテスコエクストラに行きたいと思います。パーキングエリアに入りましたけど、こんなに広いの、スーパーのパーキングがコストコサイズですよ。だから私の中でちょっとスーパーに行くっていうのは一種のお出かけっていう感じですね。お買い物、香港ディズニーのバッグ。Yeah, it is. 駐車場にトローリーがあるのでゲットしていきたいと思います。 The trolley here is really big. めっちゃでかい。こうチェーンにつながってて、コインを1ポンド入れないとチェーンが外れないっていうトローリーもあるんですけど、ベルトコンベヤに乗って上に行きます。見て、スーパーっていう感じじゃなくない、この規模。Inside the warehouse. Warehouse? いらっしゃいませ。こちらでございます。なんだろう、ここは。So it's a scan machine. I think you can tell you how much you have spent as you go. And at the end, you can tell them that, oh, actually, I want everything in this list delivered. Yeah. A delivery もしてくれるんだ。なんて helpful なサービスですか、ですか。あ、チンタオビールがある、トントン。懐かしいね。香港にいた時、You've been drinking this brand No. quite often. No. あれ No だった No, I had Asahi and Kirin. Asahi と Kirin? Yeah, when did you see me buy? このチップス美味しいんだよね。これゲットしよっか。150だよ。クラブカードっていうのがね、無料で作れるから、クラブカードは持ってた方がいいですよ、これ。テスコは。フルーツがね今すごい高くなってて、2ポンド30、ちょっと高いよねこれね。え、これチェリー、グレープス、グレープスって書いてあるけど全然チェリーが置いてます。一体このチェリーはいくらなんだ。 Should we get more cabbage? ATP ATP でいいか。これが一番大きいよ、これ。ここがリンゴのセクションですね。日本のリンゴよりも一回り小さいかな。いろんなリンゴがあって、私もどれにしたらいいのかいつも悩むんですけど、バナナがアウトオブストックなんだけど、あ、でそうだ、スムージー作れるんだ。そう、So I need a banana. Let's get some more. Okay. 昨日香港からI've got an apple here. 船便で送った荷物がねやっと届いて、いろいろな家電がね届いたんですよ。スムージーメーカーとかジュースメーカーとかが来たんで、やっとねスムージーとかジュースが飲めると思って、バナナをゲットしたいと思うんですけど、なんでこんなエンプティなの。ここがねトマトセクションなんですけど、種類がよ、こんなに量多いのよ、トマトの種類がよ。Huh? I thought it was tomato. This is two for three.
I would put this back. How much was it? 安いね。69p だって。All right. Spring onion? 50p だって。もうね、野菜コーナーだけで私は30分ぐらいいられるんですけど、だからいつもどれくらいかな、こういう大きなスーパーに来ると1時間くらいは買い物してますね。それぐらい楽しいんです。はい、次。 Do you wanna get salmon? ここのね、イギリスのサーモンめっちゃ美味しい。サーモンだけじゃなくて魚がね、全体的にめっちゃ美味しいよね。これとかすごくない？ 18.50 ポンドだって。もうご褒美レベルですよ。ひき肉はね、合いびきとかなくて牛とポークと鶏と本当にそれぞれのひき肉があるだけなんですけど、で全部ね、だいたい 500g からなんですよ。毎回残しちゃうんですけど、まあ違う料理に使ったりとかしてます。それで面白いのが、ひき肉はですね、このファットのコンテインの量が決まってて、脂身の割合によって区分されてて、だいたい 5%、12%、15% があります。これとか肉の塊がバーンと置いてあって、ローストビーフとかするには最適ですね。お肉には本当に困らないよね、イギリスね。What? こちらが丸ごとのチキンで、こっちがチキン。面白くない？ピザがこのままこんな感じで売られてるの、かわいい。はい、もう迷子です。一回はぐれたらもう最後ですね。もう見つかることはありません。それでこうずっと歩き回って時間を無駄にする。あ、だからきっと私ここに2時間ぐらいいるんだろうな。 There you are. I was looking for you. このこういうね、オーブンに入れるだけの冷凍のパンが売ってるんですけど、これめっちゃ美味しい。今のところこのクロワッサンがめちゃくちゃ美味しい。とパンオショコラもめっちゃ美味しい。これちょっとね、これちょっとスイートだったんですね。ピーカンナッツが入ってる。なんかさ、こういうさ、デザートもさ、ちょっと気になるよね。ずっと食べてみたかったんだよね。これなんかよく見るやつじゃない？これ何、なんかあれが入ってるのかな。 Piped cream filling in shoe pastry with thick rich chocolate sauce。 いやもうそんなん言われたら食べるしかないよね。Get the cheapest free. How many have you got so far? Four. Okay, one more.ね、5個買って4個の値段とか、3個買って2個の値段とかっていうのがね、こちらの戦略らしくて、うまいですよね。これで5個になった？ Yeah. これだけ見るとすごいアンヘルティーカッコーみたいだな、私たち。Yes, yes. 私最近このオートミルクっていうのにハマってて、コーヒーとかにミルクの代わりに入れるとめっちゃ美味しいんですよ。こう まろやかになる味が。あ、そう、ここ日本食の、日本食のコーナーですね。海苔とか米とかパン粉とか、大体テスコにはあるよね、こういうどこもあるよね、こういうところ。ではそろそろチェックアウトをしたいと思います。イギリスのレジは Tills って言われる。 Tills? T-I-L-L-S? Yeah. No, no S だった。 Till っていうみたいです。で、こんな感じで運ばれていきますね。プロモーションでそのクラブカードを使ったことで10ポンドぐらいセーブできたんで、カードすごい偉大じゃない？だからって78ドルですね。ドルじゃないね、ポンドだね。もうずっとポンドとドル間違えちゃうんですよね。ずっと香港ドル、香港ドルって言ったけどかな。大体これで2週間弱の食べ物ですね、2人で。Yeah, ね、